文化部のインターハイにあたる総文祭全国高校総合文化祭が岐阜県で開かれ、秋篠宮ご夫妻と悠仁さまが総合開会式に参列されました。高校生活最後の夏となった悠仁さまは、全国から集まった才能あふれる高校生と同じ弁当を食べ、創意工夫を凝らしたパフォーマンスを静かに見守られていました。明日は美術工芸部門の展示を見た後で、関ヶ原古戦場などを視察される予定です。